はい、どうも、サラクーです。今日は2021年9月26日、日曜日になります。サラクーロンチャットの方を始めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、改めましてサラクーです。今日は2021年9月26日、日曜日になります。サラクードンチャットの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日の話題は、オーディオロボティクス、になります。ちょっとですね、昨日とか一昨日に、DJI Mavic 3のですね、大きな、リーク情報があって、そちらの方をですね、先に取り上げたんですけども、実はね、オーディオロボティクスの方も正式にですね、9月28日に発表するというふうなね、アナウンスはね、されてました。で、今回はそちらの方をですね、皆さんと、シェアしていきたいと思ってます。では、記事の方がね、ありますので、そちらの方をね、見ていきたいと思います。こちらになります。はい、こちらですね、アメリカの、ドローン XL というところからね、出てる記事になるんですけども、こちらのね、タイトルなんですが、オーテルは、ナノ及びライトドローンを発表しました。リークされた、詳細な写真をお届けしますということで、オーテルロボティクスの方がですね、2021年の9月28日に、発表がありますというふうなね、アナウンスがされました。で、そこで出てくるドローンっていうのが、一つがですね、イーボナノ。で、もう一つがですね、イーボライトというドローンがですね、出てくるということで、正式に、大手ロボティクスの方がですね、そういうふうな発表会がありますよということがね、正式にアナウンス、されました。でですね、リークされたね、詳細写真もね、いくつがあるんで、そちらの方も合わせて、今回、シェアしていきたいと思います。はい。ということで、大手ロボティクスが、オーテル、ナノ及びライトドローンを正式に発表ということで、こちらですね、9月28日にですね、こういうふうなアナウンスがね、されました。で、いよいよですね、新しいドローンをね、発表しますよと、いうことです。で、繰り返しますけども、こちらですね、今、収録しているのは9月26日なんですけども、2日後ですね、9月28日に、発表が行われると。いうことみたいです。で、今回出てくるのはですね、オーテルナノと、ライト、こちらの2つがね、出てくるんですが、その中にですね、ちょっと一部、情報としてですね、オーテルの EVO 2のですね、後継機種の、EVO 3もですね、この発表会に、出てくるかどうかちょっとわからないんですけども、そこら辺のところもですね、ちょっと、ほのめかしているというようなね、状態になっております。はい。で、こういうふうなね、ドローンみたいですね。で、まず、オーテルナノシリーズっていうところなんですけども、こちらですね、オーテルナノに関しては、DJI から出てる、Mavic Mini とか DJI Mini 2とかと同じように、250g 未満ですね。日本で言えば、200g 未満の、ドローンと同じようなね、扱いなの。海外では250g未満なんですけども、そちらの方のね、ドローンをね、出してくると。いうことみたいです。ちょっと残念ながら日本では、こちら発売されるかというのは、ちょっとナノシリーズもライトシリーズも、今回ですね、日本で発売されるってことはですね、ちょっとまだ、わからない状態です。で、しかもですね、オーテルナノに関しては、200g 未満のものを出してくるっていうところもね、合わせてちょっとわからない、状態です。もしかしたら、出てこないかもしれないですけどね。ハブさんの方は、ジノーミニプロって言ってですね、これ日本版としてね、200g 未満。こちらの方も、前の動画でもね、話したんですけども、ハブさんをね、出してくるんですが、オーテオドボティクスがこちらのナノシリーズで、日本版としてね、200g 未満に出してくるっていうところはですね、今のところね、まだ情報はね、ないところです。で、こちらの方ですね、読んでいきますけども、オーテオナノに関しては 250g 未満なので、海外ではですね、ある程度それを重いドローンに比べたらですね、ある程度その規制がですね、緩いようなね、ドローンになるんですが、こちらがね、出ますと。で、ここマイルなんですけど、6.2 マイルっていうことで、8キロぐらいですかね、8キロか10キロぐらいだと思うんですけど、そこら辺までですね、連装がね、範囲がね、備えているというようなドローンになっています。で、飛行時間がですね、30分になってて、で、2分の1、
もしくはですね 1.28 分の1インチの CMOS センサーがね乗るようなものを用意してということみたいです。で 4K のビデオでね撮影することができてて、だって3方向ですね障害物回避機能もね備えてるということです。で色もですねオレンジとあとホワイトですね、あとスペースグレー、あとレッド、こちらのですね4色のドローンをね用意してるみたいです。でこちらがですね主だった、スペックになるんですけども、こちらですねイーボナノシリーズって書いてますね、はい、こちらが一つがですね、まあ、先ほど言った、249g ということで、250g 未満でね、出してきますと。で、電装がですね 6.2 マイルということになってますね。でバッテリーの時間が、28分から30分と。で、センサーサイズの方がですね2つありまして、2分の1と 1.28 分の1の CMOS センサーということになってます。で障害物回避が3方向になってますと。で 4K で撮れてということになってますね、はい、でフライト時間30分ということで、1つがですねあの EVO ナノシリーズというものでね出していくということになってます。であと次がですね大手のライトドローンっていうのも合わせて発表するみたいです。こちらに関しては DJI の Air2S と競合することをね目的としたねドローンにねなります。で色としてはですね3色展開するみたいですね。オレンジと白とあとスペースグレー、こちらのですね3色展開にねなるみたいですね。でこちらのドローンに関しては重さはですね 820g で、電装はですね先ほどのナノシリーズと同じですね 6.2 マイル以上ということになってます。でバッテリーがですね40分飛行時間がね30分ということで、でセンサーサイズはですね 1.28 分の1、もしくはですね1インチの CMOS センサーというものが、ね、選べるみたいですね。で 4K ビデオで撮影して3方向の障害物の回避機能をね備えているということで、まあ、先ほどのその、ナノシリーズと比べてですね、まあ、重さはですね 820g ということと、あとここは考えですね 6.2 マイルというふうになってますね。でバッテリーライフがね40分で飛行時間がね30分と。でイメージセンサーがですね先ほどの、ナノシリーズよりかはねちょっと大きめの、センサーサイズが載ってて、1.28 分の1、もしくは1インチの CMOS センサーがね乗ってくるということですね。で、まあ、4K というのは変わらないですね。で3方向の回避物と回避機能がねついているということで、まあ、カラーはですね先ほどの3色展開というふうになってます。はい、こちらはですね、まあ、あの DJI のね大型リークされたジャスパーエレンズさんの方をですねいくつかリーク写真の方をですね提示しております。まあ、これがですねリークされたねものなんですけども、こちら3色、こちらですね4色ですかね、オレンジ、あの赤、スペースグレー、ホワイトということで、これはナノですね、ナノシリーズになってます。でライトシリーズはこんな感じで、リークされているということで、まあ、今回あのオーテルドロボティクスの方が、まあ、DJI マビックミニとかあと DJI ミニ2、あとですね DJI Air 2S にぶつけるような形で今回、EVO ナノシリーズと EVO ライトシリーズ、こちらをですね展開してくるということですね。まあもともとですね本当オーテルロボティクスっていうのが、まあ、DJI に対してかなりですねあのライバル意識をね、持ってる、メーカーなので結構ねぶつけてきたのかなと思ってます。はい、というとこちらではですね、本当いよいよあの9月28日ですね、発表されるということで、まあまずですね、EVO ナノと EVO ライトシリーズがね、出てくると。で、もしかしたらですね、まあ、同時にはね、出てこないとは思うんですけども、あの、何かしらですね、その EVO2 っていうですね、さらに上のグレードのドローンがあるんですが、こちらのですね、次のドローン、EVO3 っていうのの発表もですね、もしかしたらちょろっとですね、出てくるのかもしれません。まだここら辺に関してはですね、28日になってくれないとわからない状態になっております。で、先ほどもちょっとね、話をしたんですけども、今回、オーテオロボティクスがこちらの方のドローンですね、まあ、日本でね、発売するかどうかっていうのはね、ちょっと微妙なところです。
まだですね、日本の議席の方もですね、特に取得っていうふうな動きとか、まだ登録とかもね、されてないので、まあ、どうなるかというともわからないですし、あと日本でね、特有のその200グラム未満っていうところのドローンですね、まあ、ここで言うと、オーテルの、イーボナノシリーズになるんですけども、そちらのですね、日本版を出してくるかっていうところのね、情報っていうのもね、今全く、ない状況です。なのでですね、そちらに関しても、まあ、オートロボティクスがですね、日本市場にもですね、展開してくるかというところはね、ちょっとまだね、微妙なところになってます。ただですね、まあ、こちらですね、本当に DJI、あとはハブさん、あとオートロボティクス、まあ、こちらの3社ですね、まあ、3社ともですね、全部ね、中国の深圳にある会社ですね。まあ、オートロボティクス自体は、まあ、アメリカのね、企業なんですけど、親会社はですね、深圳のダートインテリジェンスっていうね、会社なので、まあ、ある意味ですね、もうどこもですね、両方とも全部、3社とも中国のね、深圳にあるね、ドローンのね、会社になるんですけども、まあ、三つどもえのね、戦いということで、まあ、オーテルも負けじとですね、今回、オーテルのその、イーボナノとかイーボライトっていうね、ドローンをね、出していくということになります。はい。ということで、まあ、今回は、まあ、オーテルロボティクスね、新しいドローンのね、話をねしました。今日の動画ね、以上としたいと思います。以上サークでした。さよなら、バイバイ。